死にキャバゲット4コマ超サヘダンリバイハル。そんな意識でリヴァイ兵長が満足すると思うか！うるせえな！てめえは俺の母ちゃんか！窓を拭くときは湿らせた新聞紙でしっかりこする！インクの成分でツヤが出て曇りを防げるんだ！シンクは芋の皮で磨くとピカピカになるぞ！野菜の茹で汁で床を水拭きするといい感じだ！お前カーチン以上だぜ。お待たせ。もう終わってないだろうね。ああ、俺も慣れてなくてな。鼻にピーナッツがいくつ入るか試してたとこだ。私も人間への拷問は初心者なんだが、よろしく頼むよ。待て。心なしか兵長の時より悲鳴が大きいですね。兵長、買い出し行ってきました。町で憲兵がこんなものを。行くぞお前ら、潜在狩りだ。兵長、絶対罠ですよ。アルミン井上マリナ、ジョン谷山記章、サシャ小林優、リヴァイ神谷博士、ハンジパクロミ、サムス寺様正樹。あそこが最も警備が手薄な検問所です。よし、あとは俺たちでやる。行くぞ。今度はこっちから仕掛ける。兵士長、作戦なのですが、本当にただ馬車で突っ込むだけですか？ああ、もっと武装とかしましょう。あとバレないように。任せる。なんだ、ヒストリア、助かった。今すぐ、ベンジャー、ベンジャーに行きたい。ストーリー待ってくれ。エレン、お腹すいたの？もうちょっと待ってね。もうダメだ。ごめんね、ヒストリア。今日も私のことは忘れてね。また会う日も。ここはどこ？私は誰？またやりすぎちゃった。エレン、梶ゆき。ミカサ、石川ゆい。アルミン、井上マリナ。ジャン谷山翔、ショサシャ小林優、コニー下野博、ヒストリア三上ひより、リヴァイ神谷博士、アルオスリーダー友風、リーダー聞かせよう子。どこ？俺は誰？しまった！やりすぎちゃった！
お前は正当な王位継承者として女王になれ。は？女王様？女王様になったら肉も芋も食べ放題ですよね。はいはい、ヒストリアがやらないなら私がなります。え？はいはい、エレン像を作り、エレンテーマパークとエレン記念館を建て、エレン宮殿でエレンとつつましい生活ができるなら私が女王をやってもいい。はいはい、僕だったら身代わりになれ。やります。つまりあの巨人を倒すには口の中に火薬ぶち込んで、あわよくばうなじごと吹っ飛ばそうってことか。そうだ、うなじの表面で爆発しても効果は望めない。必ず内側から爆発させなければならない。目標はその自重ゆえか、顔を大地で削りながら進んでいる。つまり、かわいい、かわいい、かわいい。エレン、カジユウキ、ミカサ、石川ユイ、アルミン、井上マリナ、ジャン、谷山紀章、サシャ、小林優、ヒストリア、三上しおり、リヴァイ、神谷博士、エルヴィン、小野大輔。私が巨人にとどめを刺したことにしてください。そうすればこの壁の求心力となって情勢は固まるはずです。あとキャッチコピー作りましょう。結婚したい女王ナンバーワンか、ミス104期訓練兵団のどちらかでお願いします。それから新女王即位記念メダル、ポスター、握手券を配布しましょう。まさか本当にやってしまうとは。確かにお前ら変わったよな。面構えっていうか、一体何があったんだ。聞きたいか。いやまた今度にするよ。あれからまだ4ヶ月しか経ってないのか。まだ4ヶ月だ。でも4ヶ月で俺たちあのリヴァイ班だ。スピード出世ってやつだよな。ってことはあと4ヶ月もしたらこうなるんじゃねえか。マジでか。し、クソ野郎ども。おい、ここ汚れてるぞ。全然なってない。これは一体どういう。この豚野郎。エレン、カジユウキ、アルミン、井上マリナ、ジャン、谷山紀章、サシャ、小林優、コニー、下野ヒロ、ヒストリア、三上しおり、エルビン、小野大輔、フロック、小野賢章。嘘だ、手が震えてるもん。ちげえし、勝手に暴れ出しそうなの必死に抑えてるんだよ。貴様、引くぞ。れ、俺の右で。そういえば君そういうキャラだったね。は？バカ、名前で呼ばなくてもバレちます。どういう意味だ。エレンに逃げる動きをされたら敵は混乱して包囲網を崩すしかない。ライナーがそこまで読めるかどうかだけど。こいつを奴らのケツにぶち込む。結婚したい。奴の頭の中は女の子のことしかありません。その上下品です。
作戦中もずっとヒストリアのことジロジロ見てたな。そうか、微妙だね。あれ、そんな奴だったのか。誰か！マルコ、お前は察しがいいからダメなんだよ。どういうこと？ライナーがおかしいんだ！俺たちの会話を聞かれた。生かしておけない。君たちが兄とクリスタに気があるってだけだろ。兄だってさっきコニーのこと助けてたみたいだけど、それってあいつのこと。私のはそういうんじゃないから。待って、今のなし。エレン、梶裕貴、ミカサ、石川由衣、アルミ、井上マリノ、ジャン、谷山貴章、サシャ、小林優、アンジ、パクロン、ライナー、細谷義正、アニ、島村優、マルコ、大阪亮太。ノッポの足を止めるぞ。ケダよ、どうやって。そうだ、バナナの皮だ。バナナの皮でベルトルトを転ばせよう。それださすがだぜアルミ。どんだけ必要なんだ。とにかく大量だよ。用意する間エレンになんとか気を引いてもらって。待ってもエレン、早くしてくれ。痩せてる。超大型巨人が少し細くなってる。そうか、ベルトルトはストレスに弱い。マジか。ストレスを与え続ければ消耗するに違いないよ。でもどうやって。助けてよ、助けて。引いてる。みるみる痩せていくぞ。お前は父親に洗脳されている。駆逐してやる。はい、駆逐してやる。もう一度駆逐してやる。駆逐してやる。どうだ、かっこいいだろう。秘密の地下室だ。突然叫んだり手を見つめて独りごちたことはないか。エレン、カジユキ、ミカサに聞こえない。アルメン、ノーマンガン、ジャン、タイマキショー、今夜、シルモーのヒロ、グリシャ、土屋ヒロシ、ジーク、小林武史。この扉の鍵じゃない。騙したのか父さん。嘘ぴょーん。こんなバラー。エレン、ここに鍵穴がある。鍵は必要なかったみたいだね。エレン、落ち着いて。ここは懲罰室。エレンとミカサはお勤め中だよ。怖い夢でも見たの、エレン。ちょっとミカサ。いや、夢じゃねえ、記憶だ。泣いてるの、エレン。ちょっとミカサ。親愛なるヒストリアへ。今私の隣にはライナーがいる。悪趣味な野郎だ。だが、お前にこの手紙を必ず届けると約束してくれた。が、奴はどうにもモテない。口うるさいし、風呂には入らないし、廊下ですれ違うたびに、みかんを3日放置したような匂いがする。そういえば、今日の昼飯はコロッケだったが、ソースがなくて微妙だった。でも、コロッケ欠乏症でどうにかなりそうだったので、コロッケにはやはり、キャベツ。結婚しちくり。
バカだな、ユミル。エレン、カジユキ、ミカサ、石川ユイ、アルミン、井上マリナ、ハンジ、パクロミ、ヒストリア、三上しおり、ユミル、藤田咲。